どうも、生物観察の鬼です。皆さん、こちらに映ってるものが何だかわかりますか？これね、スズメバチですね。大量のスズメバチ、もう軽く100匹以上この中に入ってます。ひしめき合ってね。で、今ね、怒り狂ってます。ほら、めっちゃ怒ってる。怒り狂ってますね。もうブンブンに怒ってます。もうめちゃくちゃ怒り狂っててね、今激欲ブンブン丸してます。ほら、激欲ブンブン丸してる。危ない。今日はね、この大量の怒り狂ったスズメバチの中に、このオオカマキリ、カマキリを放り込んだらね、一体どういうことになるのか、実験してみようと思います。野生下ではね、カマキリがスズメバチを捕食したり、スズメバチが集団でカマキリを襲って捕食したりするんですけれどもね、一体どうなるでしょうか。入れてみましょう。それでは早速投入します。危ないよこれ。この隙間からね、出てくるんですよね。うわーわー、一匹脱走した。まあいいや。うわー、カマキリが中に入りましたね。さあどうなる。お捕まえました。蜂を捕まえましたね。お、かじろうとしてる。かじってる。かじってます。捕食してしまいました。スズメバチを捕食してます。うわ、ガブガブ噛んどる。うわー、捕食した。やっぱりね、カマキリはスズメバチ食べるんですね。自分のところに近づいてきたスズメバチをガバッと鎌で捕まえてしまいました。うわー、捕食しちゃってますね。捕食されてしまってます。やっぱり胸部から行くんですね。胸部はね、肉が詰まってますからね、飛翔筋が詰まってますから一番美味しいんですよ。肉がたっぷり詰まってますからね。あのカマキリメスなんで、卵のためにね、栄養が、肉が必要なんですよね。ですからね、肉が詰まってる胸部をね、ガブガブかじってますね。そしてスズメバチたちは特にカマキリに対して何もしませんね。噛みついたりとかはしませんね。でね、これオスバチなんですよね、実は。わかる人はね、もう特に気づいてると思いますけども、これオスバチなんですね。オスバチはね、毒針ないんで刺したりもしませんし、あと他の虫を襲ったりは基本しないんですね。狩りをしないんですよ。オスバチは働かないんでね、幼虫の世話しないんで狩りもしないんですね。正直ね、こうなるんじゃないかなとは思ってました。このカマキリお腹空かせてるんでね、ちょっとね、いつもやってる餌のコオロギを切らしてしまったのでね、今ね、ちょっとこのカマキリに与える手頃なサイズの虫餌がないんですね。ですから、まあしょうがないんでね、今日はスズメバチを餌にね、与えてます。餌として黄色スズメバチのオスを食べさせてるわけですね。オスバチこんなにいても仕方がないんでね、まあそれだったらね、ちょっとぐらいカマキリに食わしてしまってもね、大丈夫だろうということで餌にしてしまいました。まあ、自然界でもね、オスバチはほとんどがね、食べられてしまいます。まあ、交尾をして死んでいくだけの存在なんですけれども、交尾する相手を見つけるまでにカマキリとかね、クモとか鳥さんとかに見つかって、ね、食べられてしまうわけですね。ただね、カマキリも最初たくさんハチがいるんでね、困惑したみたいでね、なんかね、ドン引きしたみたいで、なんかね、5分ぐらいね、捕食せずにケースの中うろうろ動き回ったり、なんかピタって固まってしまったりしてね、じっとしてましたね。5分経ってようやくね、捕食しました。ああやってバリバリ胸部をね、一生懸命食べてってますね。多分あの1匹食べたらもう満足じゃないでしょうかね。お、また捕まえた。また捕食しましたね。うわー、えぐ、バリバリいっとる。バリバリ食べてます。腹部をかじろうとしてますね。腹部から行こうとしてます。腹部をかじってってます。あー、えぐいね、カマキリの捕食は。でもカマキリもね、食べなきゃいけないんでね、お腹空かしてるんで、ちょっとね、オスバチをこうやってあげてます。うわー、ほら、腹部がえぐれて、中身へ取った。ちょっとえぐい。うわー、えぐいな。生きたままね、むさぼり食われちゃうんですよね、カマキリに捕まると。あー、ほら、中が見えとる。中白いんやな。オスバチの中白いんです。うわ、臓器を食べてます。うわー、えぐー。ほら、真っ白な、詰まってんの精子ですかね。いわば白子ですよね。白子、蜂の白子を食べてますね。白子美味しいのかな。ちょっとね、私も今度食べてみましょうかね。うわー、あんだけかじられてもまだ動いてますね、蜂は。節足動物ってね、この体の節ごとに生きてるんですよね。ですからまだね、頭部損傷してないんでね、頭部も胸部も損傷してないんで、頭も足も動いてるわけですね。バレたこの頭が転がってます。いやー、えぐいね。
食われながらも蜂は必死に逃れようとしてますね。いやー残酷。他の蜂がぶつかってきて鬱陶しそうだったんで、捕まった蜂とカマキリだけ出してあげました。これで落ち着いて食べることができますね。バリ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 食べてますよ。ほら中がね丸見えです。腹部がかなりかじられてきまして中が丸見えになってますね。そしてまだ蜂は動いてます。蜂の腹部ねずっと見てたらなんか美味しそうに見えてきましたね。美味しいのかな。白子が詰まってますからね。オスは白子美味しいのかな。ちょっとカマキリがね言葉を話せたらいいんですけれども、カマキリは喋れないんでね味を聞くこともできませんね。もうかなり腹部がなくなってきましたね。だいぶ食い進んできました。腹部をほとんど全部食べられてもまだ動いてますね。いやーえぐいね。今度はなんか頭をかじってますね。頭をかじっていってます。全身食べ尽くす気ですねこれは。ほら頭をねかじっていってます。頭かじるのかえぐいな。ちょっと頭大顎から抵抗力をなくしていくつもりなんでしょうか。大顎を先に破壊してしまって、ね、いやでもすごいね。カマキリの大顎はスズメバチの大顎を破壊できるんですね。スズメバチの大顎がねなくなってしまってますね。うわーでまだ動いとる。まだ足が動いてますね。器用に食べますね。本当に器用に食べていってます。次は胸部をかじってます。あまだ足が動いてますね。あ筋肉見えとるわ。ほら飛翔筋が見えてますね。ムッキムキの飛翔筋が。ほらあれが飛翔筋ですよ。胸部にはねプリプリの筋肉が詰まってるんですよ。ああやってしてねほら筋肉をむさぼり食ってます。あもうあと足と羽しか残ってませんね。あほぼ完食です。ありましたね。と羽と触覚しか残ってません。あと全部食べちゃいました。というわけで大量のスズメバチの中にカマキリを落とした結果スズメバチがカマキリに食べられてしまいまして、そしてねカマキリのお腹がボテボテになってしまいました。ボテボテのプリプリになってしまいましたねカマキリ。でもまだ入りそうな感じがしますね。もうちょっと入れといたろうか。もうちょっと入れておいてあげましょうか。あ、もう一回お入り。ほら危ない。